はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は提督の決断法パープキット日本プレーの続きをやっていきたいと思います。改善して約2ヶ月強というところなんですけども、まあ、破竹の快進撃を続けているという状態で、今はですねシンガポールをダッシュしてですね、まあ、イギリス軍に備える拠点として航空基地の建設を行っているというところが一つで、もう一つはですね、まあ、東南アジア、特にフィリピン、インドネシア、この辺りの資源のある海域の制圧も完了しています。で、この後の作戦なんですが、資源は取ったんですが輸送船を作る金がないというところがあるので、お金がいっぱい取れる場所、まあ、一つはインド洋。ただここはですね、スパイからの情報によると、イギリス軍の艦隊、これが3個艦隊入っています。で、編成までは入ってきていないんですが、イギリスの第1艦隊、これが13隻。で、第4艦隊、これ4隻。で、第9艦隊16隻ということで、まあ、ほぼほぼ2個艦隊以上の戦力が、このインド洋に展開しているというところで、非常に美味しいお金と、鉄とアルミとさらにドックまであるこのインド洋、落とすのは少し難しいかなというところで、インド洋進出にあたっては戦力の増強を行ってからやりたいと思います。特にね、飛行場に344機、まあ、350機の航空戦力を配備しているので、まともにぶつかってもちょっと勝ち目がないので、今マラッカ海峡に展開している艦隊がですね、3個艦隊日本軍としては展開しています。で、第一艦隊、これ、水上部隊になっていて、戦艦と空母2隻で、第4、第11と2つあるんですが、これはいずれも潜水艦隊なので、潜水艦隊を先行させて敵の水上部隊をある程度削った後にですね、味方の空母戦力を投入していくということで、この後空母を増強してインド洋にいい攻撃をかけていきたいというふうに思っています。で、一方ですね、米豪遮断作戦というわけじゃないんですが、オーストラリアもかなり豊富な資源を持っているので、このオーストラリア、このダッシュに向かいたいと思っています。で、そのためのルートなんですが、ラバウル、ソロモン、そしてオーストラリア沿岸と進んでいきたいので、まずはラバウルへと艦隊を進めていきます。続いて対アメリカ軍なんですけど、アメリカの方はですね、今アリューシャン、中部太平洋、この辺りに敵の艦隊が集結している可能性があるので、特に中部太平洋はですね、すでにご覧のように敵の艦隊3個艦隊が展開中です。で、中身ここは見れるんですが、第1、第2、第6と3つの艦隊投入されていて、戦艦からなる第1艦隊で、第2艦隊には空母ヨークタウンが入っています。ヨークタウンですね。で、ヨークタウンの艦載機の状態見ておくと、100機搭載してます。日本軍の今持ってる赤城、これ一番艦載数の多い空母なんですが、これでも91。これに対してアメリカ軍は太平洋艦隊としてヨークタウン、これ空母100機搭載してるので、かなり危険ですと。で、もう一隻というか、もう一艦隊ですね、第6艦隊の方にもレキシントンが入っていて、これもですね、大きな空母になっていて、90機搭載している、まあ、最新鋭の空母になっています。なので、まずはこのレキシントン、ヨークタウンを要する艦隊の進行を遅らせる、もしくは進行してくるルートとしては小笠原、マリアナのどちらかなんで、ここの艦隊あるいは航空基地の戦力の増強を行っていきたいと思います。で、残っている不明の場所なんですが、ここはですね、スパイを送り込んでいるので、アリューシャンに送り込めば大体敵の陣容が分かってくるかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。お金がね、全くないんですよね。118円しかないんで、まあ円かどうかは別にして、このあたりがね、ちょっと苦しいかなというところですね。では、前回セレベス攻略した艦隊ですね、この3個艦隊をトラック沖へと進出させておきます。
で今回お金と鉄が1ターン進めたことによって入ってきたので、このお金と鉄かなり貴重なのでうまく使っていきましょう。まずはスパイですね。捕まったところにはスパイを送り込んでいかないと話にならないんですが、今のところオーストラリアまでは必要ないかな。であとは物資の援助ですね。石油の押し売りをしましょう。で技術開発、お金があまりないので薄く入れていきます。で兵器開発も今すぐやりたいものはないので終了します。で続いて輸送船を作っていきたいので輸送船を作ります。これ5隻しか作れないですね。これで資金が底をつきましたという状態になります。でこの後もう何もできることはないので輸送船だけ配備しておきましょう。さっき取ったセレベスですね。セレベスは鉄が取れるんで、鉄をねしっかり確保したいので輸送船を全部セレベスへと配備します。今作った輸送船ですね。であとはマラッカ海峡なんですが、ここの空母赤城がいてというところなんだけど、戦力をもうちょっと増強したいですね。空軍基地が完成するのが待ち遠しいというところかと思います。ではターンを進めていきましょう。トラック置きに次のターンで艦隊が全部入ってくるかな。第2艦隊も入りましたね。6週間かかるか。長門と山城、この2個の戦艦、これの修復が完了するのに6週間、第9艦隊で2週間というところ。6週間はちょっと時間かけられないので、ラバウル攻略は強行するしかないかもしれませんね。中破している伊勢、これを外して3個艦隊投入してラバウルの攻略に当たりましょうか。ラバウル取ってしまえばパラオに艦隊配備しておく必要がなくなるのでだいぶ楽になりますよね。なので次のターンでまずパラオ、ここに展開している艦隊、これ艦載機増強しておきましょう。爆撃機の方を増やした方がいいね。おそらく攻撃機を配備しても敵の艦隊がいなければ意味がないので一旦これでいきましょう。で提督はですね、今いない人を乗せてもしょうがないので中破している伊勢に乗っている近藤さんを一旦こちらに乗せ替えましょう。出撃しない艦隊に提督を乗せておいても宝の持ち腐れになっちゃうので、ここに配備していきます。でこれで次のターンラバウルにはこの空母艦隊が入ります。で宝章なんですけど、ここね艦載機は全て爆撃機に変えていった方がいいかな。艦爆、救急の艦爆が一気もないね。まあしょうがないね。次のターンラバウルへと入れます。でトラック置きの艦隊なんですが、ここだよね問題は。中破している伊勢、これは一旦外しましょうということで、トラック置きの艦隊の編成を行っていきます。中破している伊勢を一旦外しちゃいましょう。で第2艦隊第9第10第12とあるんですけど、全ての艦隊を投入するわけにはもちろんいかないので、このトラック置きが空っぽになっちゃうと敵が攻めてくる可能性があるんですよね。なので2個艦隊投入しなきゃいけないんですが、まず第2艦隊から
出撃をさせていきましょう。長門と山城がまあもちろんその勝破している状態ではあるんですが、まあ、これは無理にでもラバールへ強行出撃で、残っているのが第9、第10、第12というところなので、ここは第12艦隊を出していきましょうか。第12艦隊を、まあ、金剛も入ってるんでね、この第12艦隊をトラックからラバールへ。で、トラック沖の方は、トラック沖の方で、しっかりと、敵を見据えておく必要があるので、第10艦隊、第9艦隊の方に戻す？第10艦隊ですね。まあ、両方とも戻せないか。数的に微妙だな。もう一度確認しましょう。艦艇数で言うと、第2艦隊が15隻になってんだね。なので、第2艦隊に1隻、巡洋艦を増強する？青葉を増強しちゃおうか。ちょっと待ってね。第2艦隊に青葉を増強したいので、こういう感じかな？で、そうすると第13艦隊を第9艦隊に編入できるというところですね。これでどうだろう。出撃する第2艦隊と第12艦隊、トラック沖に残る第10と第9艦隊という形ですね。で、第9艦隊は伊勢を機関に据えましょうというところです。じゃあこれでもう一度確認していきましょう。ラバウルへ出撃。ラバウルへ出撃と。というところになりました。ちょっとね、前段階長くなってますがお付き合いください。で、パラオ、マリアナ、この辺りは、まずマリアナなんですけど、ここ一つは駆逐艦艦になる艦隊なんで、まあ逃げ切りの体制ですね、ここに関して言うと。で、小笠原は結構がっつり守んなきゃいけないので、艦隊としては2個艦隊投入していて、ここも航空戦力で補うというところになっています。では、お金がないので、このターンはこれで終了になりますね。ラバウルでの戦い、入っていきましょう。投入する艦隊は第2、第3、第12艦隊と投入していきます。で、まず、第2艦隊。これ、山本五十六が戦艦長門に乗船していて、まあ、空母はないんですが、戦艦からなる部隊です。戦艦が3隻、従順が1隻。で、軽巡が4隻、残り駆逐艦です。で、第3艦隊、ここがですね、ちょっと前回ご覧いただいた方は、見ていただいた中で、私も、僕も発言したんですけど、編成を見直す必要があるかなと思っていて、というのもですね、空母を護衛する艦艇、これがですね、戦艦が1隻、軽巡が1隻、駆逐艦が6隻というところで、残りが潜水艦になってしまってるんで、空母の護衛艦が少し少ないかなというふうに思っているので、この先の課題の一つかなというふうに思っています。で、さっき編成し直した第12艦隊、ここは戦艦2隻、金剛に春菜、それに、軽空母龍城というところになります。では全ての艦艇を参加させていきましょう。ラバウルはどこに何があるかっていうのをスパイからの情報では割り出せていないんですが、おそらく敵の艦隊はいないだろうと。もうこれ本当に旧日本軍の楽観的な考え方を踏襲してしまってるんじゃないのという、指摘を受けるかもしれないような、本当に楽観的観測ではあるんですが、まあ、おそらくラバウルには敵の艦隊は出ていないと思うので、敵の艦隊はいない前提で戦っていきます。よって、島のおそらく1つないし2つ敵の空軍基地があると思うので、その基地を叩いていこうということになりますね。
ではこの配置でいきましょう。夜明けとともに出撃します。了解了解了解。まあ怖いは怖いんでね、敵の空母がどの辺にいるかというのもわからないし、まあどの辺りに空軍の基地があるかわからないですが、まあ一つはここにある可能性がありますよね。マップの右側、あの開けてるところがあるんで、ここに敵の空軍基地がある可能性があるので、ここに偵察機を飛ばしていくか、もしくは島の上、あ、ちょうど偵察機飛んでますね。ないね。となるとここかな、次の目的は。ここにある可能性がありますね、敵の空軍基地が。偵察機が戻ってき次第ここに飛ばしていきましょう。ちょっと偵察機今画面の下通りましたけど届かないですね。まあ、巡航速度でまだ航行するようなフェーズではないので、敵のね艦載機に発見されたらもちろんこちらもスピードを上げて行かなきゃいけないかなというところなんですけど、まだ発見はされていないので、ちょっとこっちのね空母じゃない方全く面倒見れてないんですけど、ここに一つ基地がある可能性がありますね。ここも基地の可能性あり、ここも基地の可能性あり、結構広範囲だな。なかなか苦戦しそうですね。時間だけが経っていってしまってるんで、一刻前ここで一箇所本当に基地があるのかないのか確認したいな。ラバルは1個ないし2個の基地があると思っていて、3つはないかなとは踏んでるんですけど、はっきりわからないんでね。で、敵の艦隊はいない前提で作戦行動を行ってます。偵察機の足が短いから届かないかもしれないな。どう？届きそうな、あ、ありましたね。じゃあここに攻撃機を飛ばしましょう。敵の直撃機が出てきましたね。こちらが偵察機で発見したのを確認したんでしょう。味方の爆撃機が飛べば当然敵に発見されるリスクは出てきます。で、空母、正規空母2隻、軽空母1隻ということで、航空戦力がちょっとね、不足しているんで、1回、2回と攻撃しても、多分ね、敵の基地破壊できないんじゃないかなと思うんですよね。半分削れないもんね。なので、3回、4回と攻撃を仕掛けなきゃいけないっていうのがね、ちょっとあるかなとは思います。なので着艦したらすぐさま攻撃隊を再び飛ばしましょう。ん、どういうこと？駆逐艦敵航空機に発見されたか。ということは敵からも爆撃機が飛びますね。敵の偵察機ここですね。この偵察機基地に戻れば爆撃機が飛んでくる。直煙は出てる？出てるね。まずはしっかり駆逐艦がスピードを上げてかわしてくれれば。17時ですね今時間が。もう一回
攻撃できるかな。もう一回飛べれば仕留められるかなという、それくらいまでは減らせてますね。どう？もう一回航空攻撃必要かな。了解。間に合うかどうかというとこですね。あとはもう一個もし基地がある場合に備えて、こっちの索敵をしっかりやっといてもらいたいんだけど、団子になってるな。団子だわ、ものすごい団子ですね。航空隊発艦。偵察機が微妙なことやってくれてるな。で、日が落ちるまでに爆撃機でとどめを刺そう。とどめはさせなかったかな。そしたら残りは数は知れてるので、かつもう夜になると敵もね、爆撃機は飛べないと思うので、こちらから砲撃戦でとどめを刺しにかかりましょう。夜のうちに敵の砲撃はすでにできない状態までダメージを加えているので、味方から砲撃戦で敵の基地を仕留めにかかりましょう。問題はこいつらなんだよな。ちょっと微妙な動きしてくれてるけど、射程が伸びるね、砲撃の射程が伸びる開発は行っていないので、まだまだね射程は短いんですが、残りの敵の基地の耐久を考えると、まあ、戦艦一隻からの砲撃でも十分に夜のうちに仕留められるかなというところですね。で、気になるもう一つの空軍基地があるかどうか、これが一番気になるところなんですが、駆逐艦を一隻単艦運用する。そしたら基地がありそうな場所でまだ探索ができていなそうな、この辺りに一隻派遣しましょう。もう完全に死んでも構わないという。あとこの辺も危ないよね、きっと。この辺にも駆逐艦を一隻死んでもらう覚悟で行ってもらいましょう。よし、敵の飛行場は一つ破壊したけど終わらないということは、もう一つ最悪二つあるということですね。があるとすればここにある可能性があるかな。で、こっちの方はこの辺りは索敵していたはずなんですが、この辺り、まあこの2つがちょっと危ないかなっていうとこかな。ポイントで見るとまずここにあるかどうか、ここはなさそうで、おっと、あるね、あるあるある、ありました。ってことはこっちはない可能性が高いんで戻しましょう。敵の基地の場所を発見したので、あとは味方から攻撃機を飛ばすだけなんですが、今ちょうど雨が降ってるな。雨が止んだらすぐに爆撃機を飛ばしましょう。まあ夜が明けるのを待ってということにはなりますが、ここにあったか。まあラバウルに関してはもう無傷でね取ってしまいたい場所の一つなんで、
しっかり無傷で取れるように段取りよく攻めたいところなんですけど、ここまであまりよろしくない段取りでは来てるんですよね。ちょっと艦隊の再編成をして、この空母艦隊のところに軽空母1隻竜城が混ざっていたところから竜城を引き抜いて4隻体制にしましょう。正規空母2隻、軽空母2隻っていう体制にはなっちゃうんですが、確実に空母は空母で固めた方が操作がやっぱりしやすいのと、空母を守るような形でね、艦隊が編成されると前衛にいるのがね、駆逐艦とかになってしまうと砲撃戦にはあまり向かないんですよね。そういったことを鑑みて、今回せっかく艦隊が合流できそうなので、空母は空母でまとめていきましょう。了解。さあ夜明けとともに飛ばしていくための準備を始めます。この静寂の時間が何とも言えない緊張感がありますけど、これが本当に空母同士の戦いになるとね、どっちが先に敵の空母を発見するかでもう全然変わってきちゃいますからね、戦局が。そう考えると偵察機の重要性、足の長さ、偵察する方向、めちゃくちゃ重要ですね。さあ爆撃機飛ばします。で竜城からも爆撃機飛ばせる？飛ばせるね。飛ばしていこう。竜城からも飛んでますね。まさに陸海空から攻撃を加えているという感じかな。まあ陸はないか。第二飛行場の砲台は沈黙させましたね。あとは爆撃機の第二波を飛ばせば決着は一応つきそうかな。敵の直縁が飛んできて、あとはどれだけ敵の攻撃機、爆撃機が飛ぶかですかね。味方からは加賀、飛龍、龍城、宝生から爆撃機がすでに発艦してます。もう一箇所はないと思うんですよね。一応すべて索敵をかけたので、まだあるか。おお、大丈夫ですね。ラバウル近海攻略完了です。味方の方はこれ、長門と山城はもともとダメージがあったので、この戦闘ではノーダメージですかね。石油の押し売り結構有効だな。工業技術と通信技術を支援してくれたのでレベルが上がってますね、それぞれ。さてでは次、ラバウルからソロモンへと進行していくんですが、その前に艦隊の再編を行っていきます。さっきちょっとだけお話したように、この竜城ですね、この竜城を動かしていきたいので、まずは第3艦隊の駆逐
艦かな、移していきましょう。編成です。第2艦隊の方に第3艦隊から1隻移せないか。そうか、第2艦隊今満載だもんね。となるとちょっと考える必要があって、第2艦隊か、第2艦隊からまずは違うな、第2艦隊は1隻少ないんで第2艦隊に移せばいいんだよね。移らないと。じゃあ第2艦隊、いや違うな、一回戻りましょう。何がしたいかというと、第12艦隊の竜城を外したいので、第12艦隊の竜城を、まずは第8艦隊に一旦一時的に移しましょう。で、続いてここの第3艦隊に編入したいので第3艦隊を選んでおいて、第3艦隊のどうしようかな、第12艦隊に潜水艦全部移しちゃう。でその代わり第8艦隊から軽空母を引き抜くと。で、潜水艦を全部移しちゃいましょうと。これでいいかな、一旦決定しちゃいます。でこれで再編をしていきましょう。まず第2艦隊なんですが、これ14隻で戦艦が3隻、この後主力になってもらう可能性があるので一旦これはこのまま。で第3艦隊が護衛がちょっと少なすぎるんで、まず潜水艦は潜水艦で分けていきましょう、当初の予定通り。で第3艦隊が護衛が少なすぎる12隻体制になっちゃうんで、これ第12艦隊から駆逐艦とかを引き抜きましょう。まあ、第12艦隊が少し手薄にはなりますが、これでいいかな。で第8艦隊は潜水艦隊なんで潜水艦隊として運用すると。で第2第3第12艦隊、これをもって進行していきます。まあ、ただ第8艦隊と第12艦隊一時的に、まあ、それこそガッチャンコしちゃって1個の艦隊として運用していきましょう。まあ、最悪ね、敵の艦隊との交戦もありうるというか、最悪というか、まあ、普通に多分敵の艦隊と交戦することになると思うので。で提督乗っていないものがあれば乗せていっちゃいましょう。移動性1、砲撃が残ってるね。そうすると、まあ、突入する可能性があるこちらの艦隊ミグモに移動性1で、あとはなんとかね駆逐艦生き残れるんであれば生き残ってもらいたい。敵とこう渡り合わなきゃいけない場面が出てくるんであれば渡り歩いてもらいたいというところはあるんで入れておきましょう。で第8艦隊の潜水艦には今1人潜水艦のレベルが高い提督いましたよね。いない？勘違い？いや、いたと思うんだけどな。駆逐艦に乗ってる木梨、これ1人乗せ替えちゃいましょう。で他は後藤、そうだね、潜水レベル B、 これでいいかな。でこのラバウルにいる艦隊、これを次のターンソロモンへと進出。もうこのままの勢いでオーストラリアを取るというそういう狙いです。で艦載機は補充しましょう。ちょっと待ってね、救難式の艦艇が全くない状態になってるな。さらに救力式の艦船、護衛機はいらないんで、この際どっちだろうな。爆撃機、この辺りちょっと作りましょう今すぐ。航空機の生産で
救急式の艦爆。救急式の艦爆の方がいいよね。250キロで急降下爆撃あり。これ、作れるだけ作ろう。金のある限り。いやー、ちょっと待ってくれ。金全部使うのはないな。なので、2000は残したいので、69機。で、これを乗せていこう。すぐにでも。竜城に、王将に、乗せていきます。救急式の艦爆。まあ、常に作っていかなきゃいけないところなんでね。で、輸送船も4個しか作れないか。本当にお金がない。中部太平洋の攻略は無理だ。ああ、違う。南太平洋攻略は無理だからな。どうしようもないですね。で、マラッカの方は戦力回復してきてるかというと、あと3週間まだドック入りが必要ね。ちょっと待ってね、南雲さんをそこで眠らせておくぐらいだったら、こちらの艦隊ラバウルから出撃する空母に乗せるという案もありだよね。竜城、一時的にでも総流か。いやでもな、結局マラッカ、シンガポールに敵が攻めてきた場合は傷ついている総流で立ち向かなきゃいけないので、そう考えると、まあ、残念ながら、やっぱり南雲さんはこのままシンガポールに残ってもらいましょう。でトラックはいいよね。でマリアナ、小笠原というところで、お金だけがちょっと足りないかな。では内政をやっておきましょう。まずは物資の援助、石油の押し売りをします。ドイツもちょっとアルミが不足してきていますね。こうやって見るとアルミもちょっと上げる。じゃあアルミ2000、貴重なアルミだけどアルミ2000を上げよう。なんとかね、これでドイツも踏みとどまってもらわなきゃいけないので。で生産系はお金がないので全くできないというところになりましたので、次回はじゃあソロモンの攻略戦から始めていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。